農業問題の解決を通して、この柏原キャンパスにいる子どもたち、そして小学校、中学生にもっと新鮮で安心安全で美味しいお野菜を届けたいんです。そのためにはですね、皆様のお力が必ず必要となっております。柏市で安全安心な学校給食を届ける、そういうポスターを書かせていただきました。なんで給食なんだ、そういう話あると思いますが、よくよく昔を考えてみてください。戦後ですね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、アメリカが売れなかった小麦を日本が買う、皆さんがね、鼻をつまんだ脱脂粉乳の牛乳を皆さん飲んでましたよね。そうやって戦後政策っていうのは学校給食から始まるんです。現在の、ゲノム編集したお野菜を学校給食に入れる、そんな話もあります。また昆虫食をですね、学校給食にタンパク源として入れる、そういう話もあります。そんなことは私は絶対させません。昆虫食なんてタンパク質取れますが、男性、日本人男性で1日 65g、 65g のタンパク質が必要とされています。豆腐に例えるとたった3丁分です。コオロギ560匹かな、560匹食べるのと豆腐3丁食べるのどっちがいいですか。まだまだね、日本の現役農家さん頑張っておりますので、ぜひですね、皆様お力を貸していただき、農業、今回の選挙戦ではですね、皆様さまざまな優秀な候補者があります。私は農業、農業一本、そしてですね、食の分野、もう一度この食の分野をですね、考え直す機会としてですね、